パリ五輪は29日スケートボードの男子ストリート決勝が行われ、前回の東京大会で金メダルを獲得した堀米雄斗が7位から大逆転で連覇を果たした。最後のトリックで97.08点を叩き出し、合計281.14点をマーク。2位のジャガー・イートン、米国を0.1点上回った。そのの過程では技がが決まらず転倒の連続だったが 中継画面に映った堀米のボディをネット上の日本人が注目「腹筋チョコモナカジャンボ」「腹筋100点やろ」といった声が上がっているランでは1回目に89.90点2回目に68.54点を叩き出した堀米トリックでは1回目に94.16点を記録したがその後3回は失敗 逆転には96.98点が必要だった最後の試技。神業、ともいえるトリックに成功して大逆転。97.08点を叩き出す会心の出来で、イヤホンを外しながらボードを蹴り出して吠えた。金メダルが決まると涙、感情が爆発した。2、3、4回目はいずれも失敗して、激しく転倒するシーンも。 少しは抱けたウェアからは鍛え上げられた腹筋がちらりと見えた。これにはネット上の日本人から、腹筋がバキバキでそっちに目がいってしまう。腹筋チョコモナカジャンボ。堀米くんの腹筋100点やろう。腹筋バキバキでとてもドキッとした。筋肉に興味ない私でも堀米選手の腹筋には釘付けになったなどの声が上がり、金メダルボディへの興味は尽きないようだった。